のワイド本気です。この番組は脚本家渚しぶちとナレーター平野健介がものづくり表現について割と本気に語り合う番組です。はい、どうもワイドでございます。ワイドでございます。順風男女とひねもすの2人の平野健介です。はい、渚しぶちでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。おいよ。第3週ということで、ね、3週目ですよ、はい、もうだから、うん、もう年末ですよそうですね、見えてきましたね、2024年がね、うん、はい、また年末は、はい、マニちゃん呼ぶんでしょう、うん、空いてそうって言うとあれなんですけど多分空いてると思うんで、ね、ぜひぜひお呼びしてね、はい、断られ出なかったら断られたかなと思って、そうでね、はい、あのですね、はい、まあ渚さんには個人的にちょくちょくいろんな相談とかをしてはいるんですけども、はい、仕事がちょっと今落ち着いてるんですけどみたいな話をしたと思うんです、うん、はいはいはい、あの子がお子ができたことにより、まあ、そうだね、うん、で、まあ、時間ができたのでちょっとうちの事務所の先輩とかに、うん、うちのこのなんですか事務所でやっていけますかねみたいな、うん、な相談とかも、うんうん、ちょっと最近しまして、はい、で結構そのなんだろう進撃系の、うん、メソッドとかをしっかりやられてる方とかと割とお話しすることが多くて、でもう一回ちょっと自分でなんだろうな、もう一回そのスタニスラフスキーシステムだとか、おうおう、そっち系をちょっと中途半端になっちゃったんで、もう一回ちょっと勉強したいなと思って、今もう一回ちょっと俳優の仕事っていうですね、スタニスラフスキーの、はい、役したやつがあるんですけど、はいはい、それをまた読み直しているんです、で、まあですね、まあいわゆるメソッドとか言われるものの、うん、本当元の源流であって、その何ですかね、形をにとらわれない職人芸にならないお芝居、うんうんうん、つまり自分が本当にそのなんていうんですか、体験をするじゃないですけど、毎回舞台の上で新しくその見てるものとかに対して心を動かすっていうものの、はいはい、っていう風に見せるじゃなくて、本当に自分の心を動かすためにどういう風に集中をするとか、どういう風にこの意識の持ってき方はこうだよとか、普段やることはこういうことをやったらいいんじゃないかとか、そういうそれに対してこういうかどういう身体が必要なんだみたいなものが、まあいわゆるメソッドの本当にざっくりした理解だと思うんですけど、はいはいはい、入り口だと思うんですけど、うん、っていうのを読めば読むほど、そのいわゆるその進撃っていうメソッドの中で、私が今勉強してる中で出てくる、うん、出てくるというか敵対的に描かれている職人的演技、うん、形にとらわれた演技っていうものを、うん、私は普段すごくやっているなっていうのを思ったんですよね、うんうん、で、なんていうか、まあそのね、その階層みたいなスタニスラフスキーの言葉を借りるなら、もう本当に見せかけの大行な、うん、オーバーなものである、はいはい、でただ華美、内容がなくて華美であって印象的ではあるけど面白みがないみたいなこととかは、まあ、結構ね言うんですよね、はいはい、っていうものは私たちの芸術には必要ないのである、それを排斥しなければならないのであるみたいなことを書いちゃってるんです、うんうん、結構書き方として。でも今自分を見渡すと、まさしくそういう外面的なお芝居みたいなのをやってるなって自分で思うんですけど、うん、でも実際それって必要じゃねって思ってしまっているところがあるんです、うんうんうん、というのも普段私はコントをやっているっていうのがすごく大きいところがあるんですよね、うんうん、まあ、コントってっていうと渚さんにそんなこと言うの本当に馬の耳まで釈迦に説法ですけれど、馬の耳に僕のバカが露呈しますなんですけど、つまり何ていうんですかね、余計なものというか、うん、を排除していかなきゃいけないじゃないですか、コントってその見やすさというか、うんうんうん、その人が本当にそう感じているっていうか、どっちかっていうとあるあるであったりとか分かりやすさっていうことを獲得するっていうのがものすごく大事だと僕は思うんですよ、うんうんうん、そのあたり
なんですけど、どっかその進撃のそういう心の中の本当もののに感情を動かすっていうことと、その概念的なものっていうふうに見せるじゃなく、うん、まあ、っていうふうに見せるっていうものは果たして同居しますかね。これ本当にゴールデン街劇場、あ、ゴールデン街とかで、ね、うん、芋焼酎を飲みながらおじさんたちが、ね、ね、古いタイプの演劇でやってるやつなんですけれど、でも、はい、だからスタニスラフスキーが言わんとしてることも分かるし、うんうんうん、で平野君が今言ったことはまさに本当にそうだなって思うけど、俺はあの順風とかでね書かせてもらうコントを書くし、コントを演出する時も、うんうんうん、なんなら、はい、割と気持ちとかを大事にする方なのね。お、はいはい、あの、っていうとすごく高尚なことを好んでるみたいな風に言ってるみたいな感じになっちゃうけど、うん、全然そんなことなくって、うん、ちょっとまあ平野君が言わんとしてることと合致するかは分かんないけど、はいはいはい、形で見せる、うん、つまり記号的な面白さをやろうって思ったら、うん、よっぽどすごい訓練が必要で、うん、あ、まあね、ちっちゃい小屋で、うん、まあ大体同世代で、大体いつも来てくれる人がやる分にはね、うん、大したスキルじゃなくても成立するかもしれないけど、うん、本来は、初見のお客様もいて、うん、まあ、全然ねこの団体がどういうことするのかもわからないみたいな、うん、客層に対して形で何かを表現する、感情を表現するでも、うん、職業を表現する、うん、シチュエーションを表現するでもいいけど、形でやろうと思う方が俺時間かかるって思ってるね。あ、だったら気持ちでやっちゃった方が早いって俺は思っちゃう。なるほど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 、うん、何かになぞらえてじゃないけど、はい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 、だそういう、演出することが多いだろうし、あとそういうネタが多いような気がしてる俺は。これ例えば何々の場合ね、例えば、順風で言ったら分かりやすいのは、避難訓練のネタがありまして、避難訓練っていうものをなんかしないけどみんなで超マジにやるみたいな、マジにやりたい女子社員となんか適当にやる男性社員みたいな構図があって、でもなんか触発されて結果本気ですごいやるみたいなネタって、まず避難訓練、会社の避難訓練なんてそもそも誰も本気でやらないじゃんっていうあるあるはきっと、まあなんか会社とかねアルバイトとか勤めたことある人だったらなんとなく感覚としてわかるだろうし、そんな別にやらなきゃいけないけど、まあまあ別にそれ本気出したことでもないし、一方女子だけすげえマジになって男子がいまいち乗り気じゃないなんて、例えば学生時代の合唱コンクールとかってまさにそんな感じだったと思うね。だから合唱コンクールの時の感じって言うと割と演者たちはみんなすんなり分かってくれたというか、その環境をでっていうことをその分かった感じ、まあ内面ってほどのことじゃないけど気持ちとしてああいう感じねっていうのを分かった上でやってくれると、見てるお客さんも見ててなんか合唱コンクールの時みたいっていうあるあるとして笑ってくれるみたいな、だそういう構造を俺は割と作ることが多いかもしれない。っていう意味で言うと俺は内面を結構演出することが多くて、なんか、まあ、全然そのまた話は違うけど、例えばオール、そうだな、全身タイツでもいいんだけど、はいはい、まあ、全員が同じ格好をしていながら、例えばだけど、お侍さんが未来か過去からやってきて、現代人の中にお侍さんがやってくるというお話を全員全身タイツでやるっていうことがもしあったとして、ほう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 、じゃあそのお侍さんは
何をもってしてお侍さんと表現するかって言った時、例えば分かんないけどすり足なのか、あのどうも立ち振る舞いが現代の人間ではないぞっていうことを、侍役をちょんまげとか着物とかを使わずに表現しようって思った時、すごい大変だと思うね。確かに。だったらもうあのまあ今の縛りとは関係なく、だったらちょんまげつけてあの着物着せちゃえばいいじゃんって思うし、でだったら侍役の人、あなたはとにかくここ初めて来たところだってことだけ覚えておいてと、あの海外でもいいよ、初めて行って自分だけが違う環境だっていうことをもっと緊張しててほしいし、もしそうだとしたら絶対緊張するでしょっていうアプローチにするかも。なるほど、なるほど。だからやっぱし内面が、あの内面こそ崇高だというよりかは、内面で演出した方が早いなって俺は思っちゃう。ああ、なるほど、なるほど。はい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 。だから別にだからコントの中でもその自分の内というか、うん、そういう本当新鮮な感情みたいなものっていうものは、うんうん、なんていうんですかね、まあ、そっちでやるじゃないですけれども、そういうふうな芝居のお芝居の整理というかでやるってことは全然ありだと。そうで一方でよくだからセリフを立てるとかがあるじゃない、ここは、まあ、まあそういう言い方するとかっこ悪いけど、面白いワードだからこの言葉は立ててとか、あとこの後の何々の振りになるから、ここは絶対お客さんに印象付けたいから立ててみたいなことってあると思うんで、それを上手にやるのって結局技術面、さっきの言い方で言うとそのスキルとしてやってもらうことだと思うから、スキルある人には分かりやすくそこ立ててっていう言い方をすることはある、うんうんうん、で上手な人はそれ言ったら、あ、後々の振りになるからねってことを理解するし、やってくれる。ただ、結構できない人もいる、ここ立ててって言ってもザーって流れちゃう人って結構いる。そしたらそこを立てやすくする内面の演出をすることが多い。あ、立ててではもう言わずに、そう、立ててって言ってもできねえんだって思ったら、あ、なるほどなるほど、その言葉は初めて知った言葉にしてみたいな。あとセリフ上その言葉に鍵カッコつけてとかって言うと、なんか立ててくれたりするんだよね。なるほどなるほどなるほど、そうかそうかっていう意味で言うと、だから技術も必要だと思う、あの表面的な外部から見た外見上の表現も絶対必要で、あと多分スパニスラフスキーとかが言ってる形のっていうのって、やっぱ大舞台だと思うんだよね、うん、大きな劇場、例えばキャパ1000とかの劇場で、うん、例えば順風だとしても、うん、順風が順風のネタをやるときですが、うん、キャパ1000の最後尾、うん、後ろのお客さんにまで笑かしたい、届けたいって思ったら、うん、やっぱし動きは何か作んなきゃいけないと、あ、そもそもが、うん、そうかそうか遠くから見たときにキャッチーな、うん、だから、うん、変な顔とかではもう笑えないわけよ、うんうん、あの、はい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 、だったらやっぱ手をつけてびっくりとか、うん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 、分かりやすくずっこけとかじゃ分かんないけど、うんうんうん、なんかそういうことでもしない限りやっぱ分かんないよね。なるほどね、っていう、そもそも小劇場じゃねえっていうことか、なるほど、ね、っていうのはあると思う、はい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 、でただそれをやるときですら、はい、じゃあ形だけできてりゃいいかっつうと、うん、そういうことじゃないんだと思う。きっと、うん、スタニスラフスキーの頃の、うん、いわゆる職業俳優は形だけできて、うん、でそれである程度いい反応がもらえてという経験がある役者が多くって、うんうん、だから、うん、会話として成立してなくてもとりあえず形はできるみたいな役者がいたんだと思うんでね、でそれじゃダメだよってことを言ってるんだと思うんだよね、だから内面ってことを言うんだと思うけ ど、なるほど、それはでも今だってそうだと思うよ。なんか昔、俺、うん、なんかのワークショップでご一緒した人で、はい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 、年はほぼ同い年かちょっと若いぐらいだったけど、キャリアがすごくって、はいはい、明治座の座付きっていうのかな、なんかとにかく明治座にしょっちゅう出てるみたいなキャリアだった、だから俺は、あ、すごい人だなって思ってた、お金もちゃんとね、もらえてるもん、あ、すごい人だって思ったんだけど、正直、ご一緒した時の感覚で言うと、全然お芝居上手くなかったのね。へー、ただやっぱしね、動きはすごく分かりやすかった、なんか
慌てて逃げ帰るみたいな時の慌て方、逃げ帰り方とかはすごく綺麗だったけど、でも全然いわゆる会話ができてるかって言ったらできてないし、なるほどなるほど、だから多分やっぱ明治座が、うん、まあ、たまたまその人が明治座だったから言うけど、それああいうでっかい舞台で必要とされるスキルはそっちなんだろうなって思う。なるほどね。大きくなって届きづらけ、ずっと届きづらくなればなるほど、うん、やっぱそっちに、そっちを頑張れって言われるんだと思うよ。そうですよね、うん、それじゃ分かんないよって、うんうんうん、いやちょっとスタニスラフスキーない、なんかね、確かに内面で私も実際やってみてて、うん、全くじゃあ内面空っぽかって言われると別にそういうわけではないし、うん、なんかまあそんなやついねえよっていうキャラっていうことももちろんあると思うんですけど、うんうんうん、もしそういうやつがいたとしたらみたいな、まあなんかそういう膨らませ方でもありますし、うんうんうん、ああなるほどね、そっかそっか、あ確かにその当時小劇場で、小劇場ではないっていうことがね、よくあるってことですよねと思うけどね、うん、ただね、一方でスタニスラフスキーに関して言うと、うん、これはここで話したかどうかちょっと忘れちゃったけど、うん、はいはいはい、スタニスラフスキー初期の演出ノートっていうのがあって、はい、あのチェーホフの、うん、あれは桜の園だったかな、うんうん、あ、違う、カモメだ、はい、カモメを演出した時にどういう演出をしていたかというのを、はい、台本の端っこにメモしてたものが残っていて、でその通りに演出してみようっていう試みのワークショップがあったのね。俺はそれを見学しに行っただけなんだけど、早稲田の子たちがやってたんだけど、それ見ると実は結構形の演出なんだよね、つまり誰々が出てきた、で誰々が出てきた時、その最初から舞台上にいた誰々は、反対側を向くみたいな指示が出されてるの。でこれは、つまり関係性としてその後から出てきた誰々のことを快く思っていないこの人がプイって要は速攻を向くみたいな演出なのよ、はいはいはい、めちゃめちゃ形じゃんそんなの、うんうんうん、形の指示だなと思ってて、うんうんうん、なんかあれもっと内面の演出とかするんじゃないんだって思ったんだけど、実は、その解説を後々に聞くとね、それは本当に初期の演出なんだって。で初期はどうやらそういう演出をしてたらしいよね。で、まあ、それそういうのがあって後にその内面の話になっていく最初らしいんだけど、でもっと言うと、モスクワ芸術座っていう劇場で、スタニスラフスキーは演出家として大切なんだけども、モスクワ芸術座っていうのはそれまであった舞台とちょっと違くって、はい、今までは職業役者たちが、まあ、言ったら商業演劇をやっているというのがお演劇だったのに対して、初めて市民劇だったらしいね、モスクワ芸術座は市民の人たちに演劇やってみましょうみたいな試みだったらしくて、つまり素人なのに出てる人たちが、でそのつまり外見のスキルがない人たちにやらせるときにどうやったらどういう感情に見えるかっていうことで、はいはいはい、A さんが出てきたら B さんが反対側を向くという指示を出すことにより、あこの人、うん、この後から出てきた人のことを嫌いなんだなっていうのを記号として分からせる、うんうんうん、その演技力なくても、うんうんうん、そういうことなんだなっていうのを分からせるための演出だったのではないかっていう、あスキルない人たちに、うん、でもお客さんたちにはなんか感情を伝えたいと思ったら、うん、そういう記号的な形の演出が必要だ、うんうん、ただでもそれは完成、スタニスラフスキー的な完成じゃなく、理想じゃなかったそうそうそう、そういうことをやってみた結果、はいはいはい、その付け焼き刃的にはそういう方法はあるけど、うん、でも本当はもっと内面だよねみたいにだん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 なっていったんじゃないかなっていうのは、だから本人自体がめちゃくちゃその外面的なことをやり尽くしたみたいなところもある、ね、多分ちょっとそうかもね、なるほどなるほど、はあ、でもそういうの経てやっぱり内面だっていうことだったってことかもしれないですね。まだちょっと時間やめたけどただそのワークショップの時の、はい、締めとして俺がすごく印象に残ったのは、はい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 、結局ねスタニスラフスキーでもこうやって外見っていう言い方が良くないんだけど、その形の演出してたじゃんということが分かって、うんはい、今の若い早稲田の学生さんたちは何を思ったかっていうと、はいはいはい、とかく演出といえば内面、うんうん、
もっと感情を込めろ、うん、はいはいはい、いやいやそんなんじゃ全然感情伝わってこない、うん、今の倍驚いてる、うん、もっとすごいあなたにとってすごい悲しみなんだよ、もっと悲しいはず、うん、とかっていう演出って、うん、結局正解なくないっていうことなの、うん、その演出が求めてることになってないってだけの話で、うんうんうん、役者側としては結構頑張ってやったとしても、うんうんうん、いやそう見えないって言われちゃったら、うんうん、そう見えない、うんうんうん、ただ、この人が入ってきたら、うん、下手を向いてっていう指示は多分指示出されれば誰でもちゃんとその通りできる、うん、って考えた時に、うん、昨今の演劇の稽古場におけるパワハラの根源って実はそっちの感情に頼った演出なんじゃないかが、良しとされてることによる副産物なんじゃないかっていうところにたどり着いたのね。だったら形の演出だけさせ、あのなそっちの指示だけもらえれば気持ちは役者でやりますよっていうルールの方が役者は本当にやりやすいよね。そうそうそう、っていう結論に至ってたところがとっても今時だし、でもある意味、うん、確かに、うん、いやいやこの役は今の倍驚いてるはずだの倍ってじゃあなんだよと例えばその結果うわーって手を挙げて驚いたが、あそうそうそれって言うなら手挙げてよって言ってほしかったよね、最初に言えばいいよねって話ですよね。そうなの、そうなの。あーなるほど、だからこれはねとっても面白いワークショップだったんだよね、それ見て。なるほどね、うん、あーそっか、ちょっとだから結構その一興というか演劇教育みたいなことを考え出すとスタニスラフスキーがもうドーンというか、うん、もう大化になっちゃってますけど、現代だね、やっぱ違う、まあもっと現場に出るともうちょっと実践的になっていきますね。うんうんうん、なんでだからそれをちょっとねもうちょっと深めて、もうなんかこういうことあります、今の解釈こうですっていうのをちょっとまたここでお話できたらなと思って、うん、まあ本当に時代によってどんどん変わっていくものだからね、うん、そりゃね、あの、うん、大行の芝居が素晴らしかった時代だってあるわけだからさ、うんうんうん、確かに100年近く前ですよね、言うとね、うんうんうん、というわけで、はい、こういう演劇の話もできます、私たち。ありがとうございます。なんなら得意っすではまた来週、ありがとうございました。渚清水と平野健介の割と本気です。